やるぞ、やっていこう、取っとこう、取っていこう、取っていこう。ねえ、10焼きつく動画パート14でございます。試合の感じ、試合61勝60敗勝ち越し、勝率5割4分で3位です。悪くねえ、本当に本当に悪くない。1年目から5割勝ってって素晴らしいよ、3位だし。なんかそんなこと言っても優勝するっつってただろう、このタコはヘナチョコアザラシがって言うんでしょうかね。まあそれはもう本当ごもっとも、優勝はできてないです、すいません。パート12、3、4、14、勝ててんだよ、なんかすごくいい感じに。打つ方も悪くなかったな。いや、誰が1本ずつヒット打ってる感じかな。そんなに点が入るのに見えないけど、なんでだろう。フォアボールか、フォアボールだな。勝っても取るような試合に見えんな。もうこれは別にそんなに躍起になって勝ちに行かなくてもいいよ。一勝できたら大きい大きい。ミンチ、まあこの負けは別に刺して負けと言わない。山内、ちょっと黄色信号が灯ってきたな。3位確定が黄色信号が灯ってきたな。いや、優勝したかったな。優勝したかったなって言えば、カープの日本シリーズもそうだけどな。カープの日本シリーズ見たかったよな。まあカープ推しだから、そらまあそうか。でもまあ横浜ファンとしては、ね、十何年ぶりに日本シリーズに入ってて、まあ、それが嬉しいだろうし、それを批判する気持ちはないよ。そういうルールだからな。まあカープの不甲斐ないクライマックスシーズンの戦いぶりだな。そればかりがあれだな。だカープってさ、その、地元が放映権持ってたりするからさ、クライマックスシリーズの試合が全部ちゃんと見れなかったりするんだよ。だからやっと日本シリーズで戦ってる姿が見れるなっていうの感じがあったんだけど、負けちゃったから見れないんだな、最後の戦いぶりかな。怪しいぞこれ。おお、勝った。 1.5 ゲーム差、怪しいな。おお、怪しいな。東で打ってる、小笠原も打ってる。7割5分、浅井もいい。いやー、いいチームだよこのカープは割と。まあ負け、優勝はできんと思う。もう自分の中でもうすうすとな、うすうすと優勝はできんとは思う。がだ。いや、結構いい感じだよな。13勝で最多勝のところに山内とミンチがいるんだぜ。うまくいけば最多勝取れそうだもんな。増田和也、知らんな。これもオリジナル選手だな。和夫か。優勝はしたかったができなかったってことでね。横浜 DeNA ベイスターズが日本シリーズセ・リーグからは出ると。パ・リーグはソフトバンクでいいんだっけ。楽天が負けたんだっけ。よく覚えてね。パリーグよく分かってる。日ハムファンなのにパリーグのことよく知らない。このクライマックスシリーズはやっぱなんだかんだね、広島とか阪神対 DeNA も見ちゃう。ギリギリ3位保ってるな。このままもうシーズン終了までいけそうな気がする。タタタタタッと129試合だからな。てかまだ優勝決まってないのは木山浩二選手が。見てなかった。2000試合出場かな。秋山浩二選手とかすごいよな。監督ですらないからな。工藤の前の監督だもんね。
秋山が選手現役だもん。とりあえずミンチ、トリミン、勝ち。とりあえず山内、あ、体力が。じゃあとりあえず黒田。黒田がさ、10敗ぐらいしてんだよな。それが大誤算だよ、やっぱり。メジャーリーガーに、この後、伝説のメジャーリーガーになる男とは、到底思えんピッチング。黒田って結構メジャーの時期が長かったから、66勝68敗か。ミンチ14勝で並んだね。あともう一勝欲しいな。あともう一勝ミンチがしたら、最多勝か。それは見たい。それは見たい。9月4日こう9月4週後半これで全てが決着つく。万全の山内、小林で負け。万全の高橋健、勝ち。すごいなこれ。おそらく最終戦だよ、ほぼ。これが最終戦が、ゲーム差並んでる。最後見なくていいか。オーナー賞。オーナー賞1億円ダーン。これオーナー賞って本当効果あんのかな、あんのかな。モズボーンが打ってるな。この辺が打ったから点につながったっつう、そういう試合だな、これは。うん。かけてみるか、お金あるもんな。オーナー賞1億かけてみますよ。これどうなんだろうな。結果。てん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 。でらららん。決まっちゃいました。ミッチ勝ったからいいや。1億かけたけど。まあ、しょうがねえ。胴上げを見よう。現実と同じく横浜が優勝してしまった。ベイスターズがリーグ優勝しました。まだ優勝するには力不足だったようですね。何回胴上げするんだ。監督はゴンドーだったかな、この時は。ゴンドー、ゴンドー、雨ゴンドーのゴンドーだったかな。ゴンドー監督だったかな。まあミンチ勝ったから15勝8敗。おそらく最多勝はいけたでしょう。誰が打った？チコ、金本、東出。じゃあまあこれが最終回だな。焼きつく広島カープで優勝シリーズ、優勝シリーズ、今回で最終回です。今回で最終回です。最後はいい感じだったな。最後はヤクルトにもまあ勝ち越して見えるかな。我がカープ68勝67敗勝率5割4分でね、まあこのベイスターズと巨人の1位2位争いも多分これ現実でやってたらすごい熱かったと思うけどな。最終戦までもつれ込んでたから熱かったと思うよ。試合見てたら視聴率結構いったんじゃねえかって。カープの方は3位争い、まあ逃げ切ったから最後は、下とは随分差があるけど、ハリーは一度買い3割8分6厘で首位打者、打点も110だ。ただ中村のりがすごいな。38本に140打点だからな。あ、でもこっちセリーグは松井が142打点3割7分化け物か。この松井を擁した巨人を破っての横浜の優勝だからね、まあ、ローズがすごい打ったんだね。投手陣か、そして横浜の投手陣がすごかった。野村に始まり野村、三浦、福森、小宮山が5人、防御率とベスト55人、4人が入ってくるっていう。だから我がカープからはこのミンチ最多勝を送り出すことに成功。今シーズンのセリーグはベイスターズが制しましたということだね。いや、まあ
まあいいんじゃない。現実の世界ではカープが優勝したけどベイスターズが3位のベイスターズがなったけど、こっちの世界のこのゲームの世界ではカープが3位になってベイスターズが1位になって首位日本シリーズしろというのね。まあ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 ね、いいオチがついたね。今月の決算、これが最後の決算、日本円高いかもってね。いますか、尾形さんは。よく打率じゃもう松井が圧倒的だな。ホームランでも松井が圧倒的、打点でも松井が圧倒的。もう三冠か、打率ホームラン打点の三冠王か。ひえ、出塁率4割3分、盗塁は石井拓がすごいな。47人39人、軒並み他の選手たちの盗塁数が多い気がする。おそらくうちのチームから稼ぎまくったんだろうな。打数だと一番嫌のか、不思議。フォアボールは一番鈴木貴則が。ちょっと待ってよ、松井のあれ見たい。 BA でこうなるんだね。あ、26歳だよ。三振は一番春が多い。エラーが一番多いのはリジョンボ。なんでこれでこんな一番になったの。補給力が低いからか。補給が低いとエラーが増えるな、このゲーム。あー、でもうちの選手そんなにエラー多くないな。意外。投手成績1位はこの野村。これでだぜ。これで最優秀防御率だからね。ちょっとフォークがあって、ちょっと制球力があれば、球威なくても。135キロしかなくても最優秀防御率取れるのはこの焼きつく。何がかわからん、何が影響するかわからんけど、数値にね。で逆にこの球威があって制球がないの三浦大輔でも、まあこの防御率になると。福森もいるね。星野131キロカーブスローカーブ。星野はね、末永く活躍するんだよ。焼きつくに入れとくと、カーブと遅い球では結構勝てるね。工藤37歳だからな、この時にね。年俸高っ、人気あるな。勝率はミンチ。まあひたすら投げさせたからな。投球回数もアホみたいになったじゃないか。石井和久が16勝16敗。わからんもんだよな、このスペックで16敗だからね。防御率もあんまりミンチと変わらんし。セーブはギャラード。これでギャラード。これこんなんだったらさ、もっと小林会に抑えていいよな。これでだぞ。このフォーク持ってて、このピンチ強くて、もう僕3.70だもんな。まあでも今年は抑えのセーブ炎上燃えてるな。打三振もミンチがトップだ。ただし投球回山内投げさせられすぎ。楽しい、こうやって数字を見る楽しさが野球にはあるな。野球にはあるなって感じで、ダメだ。はい、最後にこのオーナーの顔を拝んで試合終了では、この実況は、まあでも一応セーブしてから終わりにするか。15勝した。何も成果がなかった。グッズを買いました。でも15勝すごいよな。最後の追い上げっぷりすごかったよ。消化試合。ここまでだ。またいつか目指そう。10月。うん。お金はいっぱいあるからな。多分ね、2年目もこのまま引き続いた感じで2年目いったら、おそらく差し出がましいですが。こんなことを言うと失礼かもしれませんが、もっと私という選手をうまく使ってほしいです。期待していただければ、それに応える自信はあります。君の役割を考えてある。今は我慢してくれ。本当は役割何もねえんだけどな。特に何もないんだけどな。このまま多分行けば、2年目には優勝できるチームを作れると思います。正直。だが、1年目から優勝したかったんでね。まあ、この結果には。不満がちょっと、不満っていうか未練が残るけれども、まあ、しゃあなしだな。
対戦メンバー作ります、このままのチームでね。これであの野球遊の方で試合をして終わりにしましょう。これから作成する対戦メンバーファイルはもっとプロ野球チームを作る公式ホームページでのネットワーク対戦登録ができません。登録するためにはドリームパスポートを使用し、イサオネットでのユーザー登録をしてあって新しい経営ファイルを作成し、そこから再度対戦メンバーファイルを作成し直す必要があります。詳しくは取扱説明書をご参照ください。誰がいらない、キャッチャー2人いらねえな、やっぱ田村いらねえな、福地広域の代わりに、まあ使ってないな、長谷川だな、ハッセ、よし、オッケー、 DH なし、投資企業、まあ、ミンチだな、オッケーオッケー。いや現役、現役じゃねえよ、使ってたまま使いたい。レフトダイブと逆だな。で、金本のとこ、木村拓哉のところは、うちは浅井を使ってたな。で、セットのところに、ロペス。守備位置交代、ロペスと、巨人、小笠原。巨人だよ。で、小形東で、3番がオズボーン、4番がこれで、ロペスはここで浅い、チコワザ、浅い、金本、チコワザか、これがうちのチームでした。いやーいいチームだけどな、本当に打てるし守りがクソだけど、はい、オッケー、セーブー。これね、こうやって対戦データファイル作るのが楽しかった。新しいデータピコン、よし、じゃあこれで終わります。1年目からカープで優勝シリーズ、これでこれにて終了です。ほな一応ね、これに引き続く感じで遊ぼう、プロ野球チームを遊ぼうで、今作った対戦チームと、まあ最強チームみたいなのとただ対戦させて、まあ辛くも勝つみたいな試合をやってみたいな、辛くも勝てるかどうかわからないけどな、面白くなるかどうかは分からない、まあ、一発撮りでいこうと思います。それでは最後に上げますけど、とりあえず作ろう、もっと作ろう、もっとプロ野球チームを作ろうはね、もっと野球つくはここまでにします。長い間ね、落ち着き合いいただきましてありがとうございます。もしも次また何か動画を上げることがあれば、この野球つくシリーズ1年目で優勝シリーズをね、1年目でなんとか他の球団、カープでもいいけどな、来年あたりもう一回カープやってもいいかもしれないけど、まあまた別の球団でやるかもしれません。本当はね、ちょっとね、考えてるのはね、日ハムやりたいなとちょっと思ってる。日ハムに清宮入団、清宮を作って、エディットで作って、それをファーストに固定させて、やってみようかなっていうのはちょっと考えてる。面白くなるかどうかは分からんけどな。分からんけども。うん、ですので、まあ、そんなこともちょっと腹の中では考えてますけど、まあ、まあまあまあ、とりあえずここまで。長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。ほなまた。また別の動画で。なんか終わる系のなんかなかったっけ。あ、ちょっと待って。終わる系、もうこれ失敗したな。最後ぐらいなんかこのチームの歩みとか。違う、チームの情報、月の順位、これだ。これを見ながら終わらなかったな。残念。いやー、最後15勝7敗だからな。このペースでいけば多分優勝できたよな。じゃあ、焼きつく、もっと焼きつく、カップで1年目から優勝シリーズでした。3位という結果でしたけどもね、まあ、個人的には結構頑張れたんじゃないかなと。まあ、お叱りの声もあるかもしれないけどな、1年目から優勝するんじゃなかったのかとサムネに堂々と書いてるのに、この結果はちょっとあれだけども、まあ、難しいんです。実は結構本当に焼きつくね。1年目からこんな行くの結構難しいんです。まあ、ほな、また今度ということで。